今日はモデルのやっさんの撮影の日です。いつもこんな感じでモデルさんが来る前にコーディネート考えたりとか、この商品を撮ろうっていうのを決めてます。モデルのやっさんです。どうもお願いします。お願いします。では今日はここで撮影をしていきます。世界さん、どんな感じで撮れたんですか？帽子とポップスを撮っていってます。はい、いいですね、はい、アウトドア感が出て。はい、今日撮影しているのは帽子もポップスもパンツも全部新作の商品になります。これはゴーヘンプの何年燃えても燃えにくい、そうですね、キャンプの時とかに火の粉が飛んでくるみたいなので穴が開きにくいそうです。かわいい、ありがとうございます、見せてもらってうん、出来はいかがでしょうか。お、良いですね、素敵、緑も入って、ね、こうやって撮る場所をちょこちょこ変えていってますはい、また場所が変わりました。では次、自転車を押してる自然なシーンを想像できる写真を撮っていってます。アップの方がいい。こうやってモデルさんに細かく指示をお願いして写真を撮っていってます。上の方その時のコーデに合わせて場所を変えてます。はい、では撮影終わりました。やっさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。